マリサだぜ。霊夢です。いつも思うんだけど、サムネイルやタイトルって、動画のネタ以上にピンとこないのよね。そうなんだよな。動画を見てもらえるかを決める大事な要素なんだが、いかんせん、パッとしないんだよな。ねえマリサ、こういうセンスを鍛えるいい方法知らない？鍛え方はわからないけど、活かすネーミングを参考にするのはどうだ？活かすネーミング？ JR 西日本の京阪神地区、アーバンネットワークの快速列車の名前が、個人的に活かしてると感じるから、列車の紹介も踏まえて、参考にしようぜ。どんな名前か気になるわね。それでは早速、ゆっくりしていってね。一般的に、快速や特別快速といった列車種別上の名前を、そのまま使うことが多いが、今回紹介する列車は、それぞれの地域に由来する道に通じた名前を冠していて、種別上の扱いでは、快速や特別快速と同等のものになるぜ。了解したわ。最初に紹介するのは、大和路快速だ。大阪府の天王寺駅から京都府の鴨駅、奈良県の五条駅を走る、JR 大和路線の快速列車だぜ。大和路線は、愛知県の名古屋駅から京都府の鴨駅を経て、大阪府の JR 難波駅を結ぶ、関西本線の、電化区間で JR 西日本管内の鴨 JR 難波間に付けられた愛称だぜ。鉄道に詳しくない人でも、名前を聞いたことがあるんじゃない？今回紹介する快速列車の中では割と有名な方だからな。歴史的にも古く、1973年に関西本線港町奈良間が電化したことで、大阪環状線直通の快速が、休日日中のみの運転を開始、1974年に、平日日中にも拡大され、1989年、221系の運用開始と同時に、大和路快速の名称が付けられ、それまで活躍していた113系を置き換え、1990年に時速 120km 運転を開始したぜ。半世紀近い長い歴史を持つ列車ってすごいわね。大和路快速は快速列車のうち、大阪環状線に直通運転する列車で、かつ、大和路線、大阪環状線両線で快速運転を行う列車に付けられるぜ。鴨 JR 難波間の大和路線内で完結運転する列車には、快速、大阪環状線に直通運転する列車で、環状線内を各駅に止まる列車は、区間快速となるぜ。扱い的には特別快速といった感じかしら。大和路線内だけで見れば快速と同じだが、大阪環状線内を含めるとそんな感じだな。名前に使われている大和路とは、現在の奈良県駅の旧国名、大和に至る道のことで、特に、京都の五条口から伏見、木津を経て大和に至る道を示しており、最古の和歌集、万葉集にも用いられている言葉だぜ。結構古くからある、由緒ある名前なのね。平日日中と、土日祝日のほぼ終日にわたって運行していて、停車駅は、王子鴨間の各駅と、旧宝寺、天王寺、新今宮で、大阪環状線内は、大正、弁天町、西九条と、福島から先の各駅だぜ。五条発着の列車は、王子五条間の和歌山線内各駅に止まるぜ。列車の行き先表示では、大阪環状線行き列車は、環状線のカラーである赤色と路線記号を、なら、鴨駅は、大和路線のカラー緑と路線記号級で表示されるぜ。上りと下りで異なる表示になるのは、直通運転あるあるね。使用車両は、全館クロスシートを持つ221系で、最高速度 120km 運転に所要時間が奈良天王寺間約33分、大阪奈良間約50分となってるぜ。設定当時は6両のみだったが、利用客の増加により、2020年3月14日のダイヤ改正で、全列車が8両編成となったぜ。潜在的な需要が高かったということね。難波奈良間は近鉄奈良線との競合区間で、奈良や難波の中心市街地へは近鉄が有利だが、北の梅田や、天王寺奈良間を乗り換えなしで行ける点では、大和路快速に軍配が上がるぜ。二つの路線をうまく使い分けたいところね。二つ目は宮古路快速だ。こちらは京都府の京都駅から木津駅を経て、奈良県奈良駅を結ぶ、JR 奈良線、大和路線の快速列車だぜ。
ことにちなんだ趣深い名前ね。2001年に運行開始し、一般公募によって名前が決まったぜ。2548通の応募のうち、わずか76通ほどで、第1位はこと、ことじの520通だったぜ。必ずしも上位の名称が使われるわけではない、という一例ね。停車駅は京都、東福寺、六地蔵、宇治、城陽、玉水、木津、奈良で、快速と異なり、JR 小倉、神殿を通過するのが違いだぜ。正月三が日や多客時には、伏見稲荷大社の最寄り駅である稲荷駅にも、臨時停車するぜ。また、大和寺快速が停車する奈良山駅を、宮古寺快速は通過するぜ。こちらは特別快速みたいな扱いね。平日日中と土休日に、30分間隔で運行していて、所要時間は奈良行き44分、京都行き47分となってるぜ。使用車両は大和寺快速と同じ221系だが、こちらは6両編成となっていて、運行開始当初は4両編成だったぜ。ダイヤ乱れ時には、通常普通列車で使われる205系が代走することがあるぜ。205系の宮古道快速はレア運用というわけね。宮古寺快速も、京都奈良間で近鉄京都線と競合関係にあるが、単線区間が多い JR 奈良線は、スピードアップや増発がネックとなっていることから、近年は、複線化工事によって改善しつつあるぜ。最終的には、全線複線化してほしいわね。三つ目は丹波寺快速だ。大阪府の大阪駅から京都府の福知山駅を結ぶ、福知山線、JR 宝塚線の快速列車だぜ。丹波は今の京都、大阪、兵庫の北部地域の旧国名ね。2000年のダイヤ改正で、JR 京都、神戸線の新快速が223系に統一され、余剰となった221系が導入されたことで、運行開始したぜ。設定当初は4両だったが、2008年に223系が導入され、2011年から、8両編成の列車が増発され、2012年には225系が投入され、現在は、221系と同じ性能を持つ、223系、225系6000番台が使われているぜ。停車駅は大阪、尼崎、伊丹、川西池田、中山寺、宝塚、西宮名塩と、三田から先の各駅だぜ。笹山口福知山間の無人駅では、ホームが6両分の長さしかないところがあるため、福知山発着の列車は、笹山口駅で分離し、4両編成で運行されるぜ。停車駅は快速と同じだが、丹波寺快速は大阪発着の223系、225系の列車に使われ、207系と321系を使用する列車は、快速となるぜ。ただし、ダイヤ乱れ時には207系や321系が丹波寺快速になることもあるぜ。使用する車両で名前が変わるのは珍しいわね。所要時間は大阪三田間で約40分、大阪笹山口間で約1時間5分となってるぜ。以前は終日にわたって運転されたが、2020年のダイヤ改正で区間快速に置き換わったことで、現在は、平日と休日の朝と夕方以降に運行しているぜ。また日中の運用が復活するといいわね。四つ目は関空。終時快速だ。大阪府の天王寺駅から関西空港駅と、和歌山県の和歌山駅を結ぶ、阪和線、関西空港線、大阪環状線の快速列車で、平日朝以降と土休日終日に、1時間に4本運行しており、大阪環状線内からひねのまで連結されてるぜ。ここでは、2つまとめて紹介するぜ。了解したわ。まずは関空快速からだ。1994年6月15日に、関西空港線暫定開業時に運行開始し、9月4日、関西国際空港開港時に、JR 難波駅と大阪環状線への直通運転を開始したぜ。1996年3月23日から1998年3月31日まで、JR 難波駅発着の列車に限り、指定席が設定されていたことがあるぜ。たった2年だけなのはもったいないわね。2008年3月15日には、JR 難波駅への乗り入れが廃止されたぜ。使用車両は223系0番台と2500番台、225系5000番台と5100番台で、
設定当初は環状線京橋発着の6両と、JR 難波発着の2両を天王寺で連結する形だったが、1999年に、5両編成と3両編成の紀州路快速との連結となり、2008年以降は4両編成同士の連結となったぜ。2008年以降は、4両編成同士の連結となったぜ。今の方がスッキリしてるわね。停車駅は関西空港、臨空タウン、日根野、熊取、東岸和田、泉府中、大鳥、三国ヶ丘、堺市、天王寺で、大阪環状線内は新今宮、大正、弁天町、西九条と、福島から先の各駅だぜ。同じ区間を走る直通快速は、大阪環状線内各駅に止まるのに対し、こちらは快速運転を行う点で異なるぜ。乗り間違いに気をつけたいわね。実は1995年から1998年にかけて、関空快速より早い、関空特快ウィングが、運転されていたことがあり、指定席1両を設定した、特別快速にあたる種別で、停車駅は大阪、天王寺、堺市、大鳥、泉府中、日根野、臨空タウン、関西空港と、関空快速以上に停車駅を絞っていたが、高速バスとの差別化ができず、指定席の利用率が悪く5乗も多発し、自由席の混雑が多かったことから、わずか3年のみの運用となったぜ。ウィングの方も乗ってみたかったわね。次は紀州路快速だ。こちらは1999年に、和歌山方面への利便性向上を目的で設定され、使用車両は同じく223系0番台と2500番台、225系5000番台と5100番台だぜ。大阪環状線内と日根野まで、関空快速と連結運転を行っており、関西空港、和歌山よりの4両が関空快速、大阪より4両が紀州路快速となってるぜ。乗り間違いには気をつけないとね。停車駅も、大阪環状線内と日根野までは関空快速と同じだが、日根野から先、和歌山までは各駅に止まるが、朝の時間帯に一部列車が、長滝、新家、泉鳥取、山中系、紀伊中之島を通過するため、同じ区間を走る快速より、停車駅が多くなってるぜ。これまでと違って快速の方が早いのね。かつて国鉄時代の1972年から78年に、天王寺和歌山間の最速達列車として新快速が運行されていたが、需要が限られていたこと、停車駅増加による所要時間の増加で、6年で廃止されてしまい、以降は、国鉄型車両113系や103系の快速のみだったが、223系などの新型車両の投入や、大阪環状線への直通運転が行われたことで、環状線沿線や梅田エリアへの利便性が向上し、需要の掘り起こしも成功したぜ。今後もさらに発展してくれると嬉しいわね。以上で、JR 西日本のネーミングセンス抜群の快速列車の紹介を終えるぜ。歴史あり、紆余曲折ありの内容だったわね。ああ、列車ごとに特色があって、思わず熱が入ってしまったぜ。ところでマリサ、ネーミングの参考にはなったかしら？あ、マリサ、まあ、あれだ、下手にひねらない方がいいってことだな。ダメだ、こや、このチャンネルでは、こういった鉄道解説や走行動画を公開しているから、チャンネル登録、動画のシェア、よろしくだぜ。動画の評価、コメントやリクエストもよろしくね。それでは、ここまでご視聴、ありがとうございました。